カウテレビがお届けします社長室101、今回は東京都渋谷区恵比寿に来ております。今日お尋ねしている会社は、無料の着物教室の数で日本一の会社さんなんですが、このビジネスモデルが大変ユニークでして、業界初のですね、着物の生産者と消費者を仲介するといういわゆる仲介業、着物の仲介業をされていらっしゃる会社さんです。社名を日本和装ホールディングスさんとおっしゃいまして、今日はその創業者であります吉田社長に、創業の経緯やビジネスモデルについて詳しくお伺いいたします。ご紹介します。吉田社長です。今日はよろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。日本和装ホールディングスさんということで、まず会社の概要ですね。どういう方々にどういうサービスを提供していらっしゃるのか教えていただけますでしょうか。はい、着物を着たい、着物に興味があるというふうな方々に着付けを教えていく、お伝えしていくというふうな仕事をやっております。でこの着物がお召しになれるようになった方々が、今度は着物に興味を持って着物が見たいというふうな方々に、生産者や卸売業者の皆さんをご紹介するというふうなのが我々の仕事の仕組みです。なるほど。その着物を小売りするっていうものではないということでしょうか。そうです。我々あくまで仲介をすると、消費者の皆さんと生産者の皆さんをお引き合わせすると。でそこでまあ成立すれば、我々の方で全ての品物についてお届けをするというふうな立場なんで、私どもはその手数料をいただくと。でまあ買う方からは手数料をいただかず、売ってる方だけ、まあ、不動産の取引によく似てるんですけれども、売り手からしか手数料をもらわないというふうな仕組みです。その着物を生産しているような方々から着物を仕入れるのではなくて、その着たい人とマッチングさせると、 そうですね、その仲介手数料を収益モデルとされているということですね。はい、ですからまあ卸売業者、流通業者、二次業者、三次業者を通らずに、そのままその生産者の皆さんの品物をご紹介するというふうな仕組みです。なるほど。はい、仲介業者が入ることですぐ生産者から消費者へと着物を流通させることができるということですね。そうです。それともう一つ我々の特徴はですね、はい、誰でも彼でも紹介するっていうわけにはいかないんです。出品していただくときっていうのはコンペティションというのを毎年2回ぐらいやってまして、その品物を本当に紹介しても市場価格的に大丈夫かどうかっていうのをちゃんと計りにかけて競争をしていただいて、その業者様を紹介する。ですからまあ会社的に大丈夫ですかとか、そういったものとかも全部総合的に審査をさせていただくって、そこで加盟契約をすると。なるほど。まあ、テレビ局で言うなら、まあ、テレビ CM を出したいけども、テレビ局は考査をやりますよね。そういう立ち位置っていうのもことこを持ってます。なるほど。ですから生産者にもいい、消費者にもいいというふうなことを目指したその仲介ビジネスです。なるほど。あえてこの仲介というところに着眼された何かきっかけといいますか、理由っていうのは何なんでしょうか。まあその我々がこの着物を本当に仕入れてしまうと、何でもいいって言っちゃいますよね。なるほど。結局自分たちの在庫を売るために何でもいいって言わなきゃいけない。でそこをあえて第三者的な立場に立つことで、その本当にいいものが市場に出ていくっていう考え方を持ってますので、我々が全てにおいてその消費者に対する保証をするという考え方ですね。縫製の技術、それと検品、これがですね、我々が一番こだわっているところ。なるほど。要するに最高の状態でお客様にお届けするというふうなところをこだわってまして、そのフランチャイズにしちゃうと、その品質クオリティがバラバラになっちゃう。そうですね。だから我々はその京都の糸の匠センターというものを、はい、持っておりまして、そこで検品をして、まず業者さんから納品されたもので検品をして、通らないものっていうのは全部お返しするんです。
でまあそのここがあの我々のこだわりの部分で、入り口はいろいろ違っても出口を確実に一本化してしまうというところがフランチャイズと我々直営との違いだと思います。なるほど。そこに吉田社長のどういうポリシーが込められてるんでしょうか。あの大体こう着物業界っていうのは昔から言われてることですけれどもね、あのなあなあが多いんですよ。美術品みたいなところもあるので、ちょっとここにこういう節があったとしても、まあまあまあというのがあるって言われてるんですね。でも買う方は関係ないので、だから我々としてはお客様の立場になって検品する。だからこれ仲介の立場だからできることだと思うんですよ。自分たちの在庫だったらまあまあって言わなきゃいけないのかもしれないし、売るために多少のミスとかあれは大丈夫ですよと言ってしまうと、だそこをこう我々が同じことやっててもいけないと思いましたんで、まあクオリティを どんどん上げていただくために、まあ心鬼にして調整という形でお返しするんです。だから新しいものを作っていただいたり、まあ、我々あのメーカーさんとの付き合いが多いので、同じものを追ってもらうということも時間さえいただければもらえるので、まあ、お客様に連絡させてもらって、ちょっと我々の検品に引っかかりましたので新しいものを追ってもらえますから、その間時間待ってもらえますかっていうお問い合わせをします。ああじゃあいいよというふうなことで待っていただいたり、もうそれならいらないとおっしゃる方もいらっしゃれば、いろいろありますね。そこは負けないわけですね。負けないです。いい加減にしろみたいなこと怒ってる加盟店さんいっぱいいるらしいんですけど、でもそれを厳しくすることによって、あれ、まあ、その消費者にメリットがいくって考えてるので、